当時まだ K-1 での経験の浅かった2人の対戦、特にセフォーはまだヘビー級としての肉体が完成されていなかった。だが体重差を跳ね飛ばす必殺の一撃を披露する。バンナ戦はローキックがポイントになってくるんじゃないかなという気がするんですけども、ただではやられないと思いますから、素晴らしいフットワークを持っておりまして、気性もいいですよね。自分の好きなシュガーレイ・レナード、ボクシングの選手ですけどもね、レイとそのシュガーレイ・レナードレイをかけまして、シュガーフットという異名を自分で好んで使っております。このレイ・セフォーです。 ISKA の世界クルーザー級チャンピオン。おー、しかしここでカウントが進んでいきます。これはどうか、カウント8、カウント9、ちょっとレイ・セフォーに余裕ができたところを、はい、もう許さなかったですね。さあ左構えサウスポーでバンナがガジガジ、全く立ち上がることができません。一番危ない倒れ方です。前の目に倒れましたから。これでもこういうダウンっていうのはなかなか見れないでしょうね。これがレイ・セフォーのパンチ力です。いや本当にですね、前ピーターズが全盛の時代ですね、幼い頃からボクシングを習得していたセフォー、巨漢バンナを前のめりに倒した強烈なダウンシーンはセフォーのパンチ力を証明し、その後の K-1 での活躍を予感させるものだった。レイ・セフォー見事な大逆転ノックアウト勝利でした。